中華人民共和国吉林省に位置する地球市。市内の総人口は約452万人で、省内では省都の長春市に次ぐ第2の都市である。国家歴史文化名城に指定されている。吉林市は吉林省中央部に位置し、松花江の岸辺にある。松花江は北流してアムール川と合流し、日本海につながる水路であるため、 古くから造船業も盛んである。東で、遠辺朝鮮属自治州、西で、朝春市、四平市、北で、国流交渉、南で、白山市、通過市と接する。非常に顕著な大陸性気候で、冬は非常に寒さが厳しい。1月が最も寒く、0か8度から0か20度に下がる。7月が夏の森で、 平均21度から23度だが36度まで上がることもある。空港は長春市にある長春流吉見国際空港が便利。鉄道は中国国鉄の吉林駅があり、長寿線で長春駅などと新吉線で新陽北駅などとつながっている。市内交通は主としてバスやタクシーが便利である。地下鉄や路面電車はない。市名は 満州語で、川沿いの村を意味する、吉林ガラスヘシャゲに由来する。照明の由来にもなった都市である。秋夜には、女神ウラブがこの地を支配し、ウラコ国と称されていた。1613年以降は、ヌルハチの支配が及び後金の領地となった。1671年、ネイコ島福都東安寿府が、吉林城を建設、1727年には、 長吉州が設置され1747年に吉林町と改称、1882年に吉林府は吉林県に降格さらに1929年には長吉県と改称された。1931年の満州事変により関東軍が占領し満州国が建国されると吉林省工所が設置された。満州国崩壊後は、 国境内戦による戦場となり、1948年3月9日に中国共産党の支配下に置かれ、翌日には吉林省政府が円吉市から吉林に移転、3月23日に吉林市人民政府が成立した。1954年に吉林省人民政府は長春市に移転する。また文化大革命期の1968年には、 吉林市革命委員会による統治が行われたが、1980年に人民政府が復活した。漢族人口が全体の90.51%を占める。少数民族人口は42.57万人で、全体の人口の9.49%である。少数民族のうち、満族が22.5万人、朝鮮族が16.2万人で、 満足鏡や朝鮮族鏡などがある。四四家区、四研究、市一県を管轄する。吉林市、編集長吉線区、編集長吉地区、編集市内には国家級ハイテク産業開発区と経済技術開発区があり、2003年の全市生産総額は対前年比16.5%増の600.1億人民元で、 一人当たり生産総額は、対前年比14.7%増の13,808元であった。次のような見どころがある。吉林大橋と、正規広場吉林西駅吉林市を流れる、消火口冬の無表吉林市吉林発見。ありがとうございます。